ゆっくり霊夢です。ゆっくりリリーゼ。おっしゃーコロニーのオチたちで、第2回目やったるぞい。待ってました。前回はレインボーバレーでレッドポッサム隊の梅雨払いをしたのよね。そうぜ。今回はアリススプリングスに先行して機部隊を強襲するミッションぜ。またまたレッドポッサム隊の梅雨払いなのよね。釣り払いのホワイトビンゴ隊なのぜ。さてさて前回の動画でこんなコメントが来ておった。エアーズロックがまるでアリススプリングスの郊外にあるかのように書いてあるけど、そんな近くねえし。実際どのくらいの距離あるのかしらね。オーストラリアの地理に明るくないジジイは調べてみたんじゃが、エアーズロックとアリススプリングスの距離はおよそ 360km だった。その距離を調べたら東京から京都までの距離だったわい。全く近くないわね。ということで京都名物のあじゃり餅を楽しみながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。行くぞ。ホワイトディンゴの諸君、任務遂行ご苦労。さて早速だが次の任務だ。ホワイトディンゴはレッドポッサム本隊が到着する前に敵情視察を兼ねてアリススプリングス市街へと突入。敵駐屯部隊を強襲せよ。その際主力部隊突入における最大の障害である町の北部、南部の丘に設置された統治下軍を破壊することを最優先事項とする。なおこの町は大陸中央部に位置することでコロニー落としの被害が最も抑えられた場所だったため多くの民間人が生活している。彼らに危害が加わるような行動は極力避ける。特に貯水タンクは町の生命線ともいえる施設だ。これを破壊してしまうとジオンから町を奪還してもその後の維持が難しくなる。くれぐれも気をつける。それでは諸君らの健闘を祈る。レインボーバレー同様レッドポッサム隊のための釣り払いミッション。便利にこき使われているわね。レッドポッサム隊の兵力温存のために消耗させられるホワイトビンゴ。隊長報告します。前回の作戦で民間協力組織ウォンバットから得た情報ではジオンの輸送列車が近日アリススプリングスを通過する予定とのことです。詳細は不明ですが何か重要なものが輸送される可能性ありとのことです。もしかしたら戦闘中にご対面ってこともあるな。何が入ってるんだな。噂では各地で配送を始めたジオンが宇宙に脱出する時の手土産にいろんなものを持ち出そうとしているらしい。今回の積み荷もそんなものの一つかもしれないな。何か厄介なものが積まれてる可能性もある。隊長、列車と遭遇した場合はそれの通過阻止も考えた方が良いのではないでしょうか。ま、その時のノリでいいんじゃないの。列車もタイミングくくるとも限らないし。あんたほんといい加減ね。ま、でも列車が来ない可能性もあるわけだから。隊長、基本的には作戦通り統治下破壊を最優先事項として行動しましょう。列車ねえ、そんな運よくご対面なんてことあるのかねえ。しかもそれがジオンの物資を運んでいる証拠もないし。民間の物資を運んでいたらいろいろと問題よね。何にしてもリスクが高い。面倒なことには関わりたくない。ことなかれ主義万歳なのじゃ。典型的な日本人来たわね。さてさて、しっかりセーブをしていよいよミッション開始じゃ。とその前に部下から届いたメールをチェックじゃ。レイヤー隊長、自分はやはり前の戦闘は敵側の時間稼ぎであったと確信しています。今回の任務は普通に考えればかなり無茶なものです。攻略部隊本体の到着を待たずにこれだけの戦力で突入するなんて危険すぎますから。しかし敵が何かの理由で戦力を割いてまで時間稼ぎを行っているんだとしたら我々の行動は敵にとって予想外のものになるでしょう。敵が何の理由で時間稼ぎをしていたのかを知ることは今後の作戦展開に大きな意味を持つかもしれません。無茶を承知で司令官は今回の命令を下したのだと思います。俺たちも力を見込む。とにかく本作戦は細心の注意を払って臨むべきだと思います。レイヤー隊長、ラジオの放送を聞きました。あの戦場の花ジャクリンちゃんの放送ですよ。録音しておきましたからどうぞ聞いてください。はーい、勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、
元気にしてますか？私ジャッキーは皆さんのおかげで今日も元気です。さて皆さんも知っての通り、このオーストラリアでもついに連邦軍による正義の戦いが始まりましたね。しかも開始早々各地で勝利に次ぐ勝利。本当に皆さんお強い。でもこんなことならもっと早くやってくれたらよかったのに。なんてそんなわがまま言っちゃいけないよね。ごめんなさい。これからも頑張ってくださいね。ジャッキーも応援してます。それではここで一曲。くー、ほんといいですよねジャクリンちゃんって。また次回も録音しておきますからね。そうだ隊長、これ聞いてるのあんたには内緒ですよ。あいつなんだかジャクリンちゃんを目の敵にしてるみたいなんですよ。まったく気の強い女は嫌ですよね。まあなんちゅうか、部下ごとに個性丸出しすぎてなんとも言えない内容になっていたわね。レオンの言う通り、レインボーバレーのジオンの抵抗はあくまで時間稼ぎだったとすると、列車を使って何かを移動するための時間稼ぎだったということなのか、謎が謎を呼びつつミッション2の開始で楽しみね。それじゃあ一歩しますか。隊長、スタンリー司令が言っていたようにアリススプリングスには多くの民間人が残っています。ジオン軍地上制圧部隊は制圧地域の民間人の生活を尊重し、その協力を得て活動することを常としているので、多分市民はそのまま都市部で生活を営んでいると思われます。被害を最小限に抑えるため都市中央部を避けて行動しましょう。都市中央部での戦闘、貯水タンクの破壊に注意すればいいんだな。了解した。ただでさえ無茶なのにそんな制限までつけるのかよ。はあ、さて無謀にも突入しましょうか。バングは後の指示をお願いします。いよいよ始まったのぜ。ミッションにアリススプリングスへの被害を最小限にしつつ、ジオンの統治下を破壊しつつ敵モビルスーツも制圧するミッションじゃな。要求が高い。特に町の給水施設は破壊してはならぬと連邦上層部から強いお達しが出ている。これは市街地戦は避けた方が良さそうね。統治下は町の北東、南東に設置されている。幸いにも市街地奥に行かなくても破壊可能じゃ。部下どもを南東の統治下へ向かわせつつ、わしは北東の統治下破壊を行うぞい。お、珍しく自分でも仕事をするつもりなのね。うむ、疲れる上司を目指すのじゃ。あ、でも北東の統治下はファング3に任せようっと。おい、それじゃあ早速任務といきますか。こちらオアシス、司令部の作戦に従いこの場で索敵行動に移ります。不審部は温厚索敵の難航が予想されるためしばらくこの場を動けなくなりますので支援をお願いします。あったあった統治下でな。結構遠いところから狙えるわね。このメニュー画面じゃけどデフォルトで世界地図とかにできんかったのかね。開くと最初真っ暗なの違和感ありまくりじゃな。なんか読み込み待ちなのかと思ってしまう。確かにメニューアイコンは出ているけどメインモニター真っ暗なのはちょっと違和感あるわね。さてファング3の仕事を横取りしてしまったので新たな仕事をファング3に与えないとだな。仕事待ちになるからね。とりあえず期待進ませて索敵させる。ファング3了解。この統治下も破壊じゃ。順調に破壊していくのじゃ。それにしても地形の起伏もしっかりと作り込まれているわね。セガサターンの時よりもメリハリがある地形になっている。段差のあるところだと移動が大変だったりするのもリアル思考じゃ。こんなお堀みたいなのまで作ってきよんね。こういう空堀みたいな発想って地球上でしかないわよね。コロニー内に作っても意味なさそうだし。ああ、確かに意味なさそうじゃな。統治下の場所を確認中じゃ。それにしてもファング3の移動が遅すぎる。さて一番高いところにやってきた。煙となんとかは高いところが好きっていうもんね。なんか目の前のこいつがデモで視界が悪いのじゃ。落ちたのじゃ。本当になんとかの行動になっているわね。
どっかの真正面に。超絶至近距離じゃないのよ。おら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 。危ない。作戦通りで。嘘つけ。とりあえず北側の統治家はやったみたいね。バングツーに任せた統治家破壊の進捗率がどうなっているかだな。バングツーのレオンは真面目だからな。彼ならば不足に任務を遂行しているはずで。というわけでわしは安心してジオンのトラックを破壊する。気持ちよさそうに破壊行為を楽しんでいるな。この地球は我々連邦の庭で。さてさてバングツーの作業進捗を確認と。なんじゃこりゃ、あいつ何も作業しとらへんやないかい。おいこらわれこら。上司が北方の統治家全滅させとる間に、踊れは何を探しとんねん。切れてる切れてる。切れてない？俺を切れさせたら大したもんだ。なんで唐突に徴収力が出てくるのよ。とりあえず、こんな愚痴で暴言を口にしてしまうと一発でパワハラ認定されるからな。ぐっと心の中に留めて改めて優しくファング2には指示を出し直しじゃ。意外と人間できているわね。とか思っていたら、今度はファング3がサボっておる。こいつら、戦時中だということを忘れているんじゃなかろうか。モビルスーツでオーストラリア観光気分なのか。とりあえずファング3には雑討伐を指示する。めちゃくちゃ市街地じゃなかった。多少の犠牲は仕方ないということじゃよ。霊夢君、君もそろそろ理解したまえ。セリフが完全に悪役で、こいつは何やってんの。このお堀が越えられないんじゃないの。あ、発砲してる。こいつでもじいさんロングレンジの攻撃を指示していたわよ。マジか。指示待ちだけでなく言われたことを何も考えずに言われたままやりたいか。この山は越えましょうねって指示を出さなければならぬというのか。貴様は幼稚園児か。パワハラ認定確定発言。いかんいかん、こんなん考えただけでニュータイプにはバレてしまうからな。誰がニュータイプだって。ほらマイクは新人類っぽいじゃろ。新人類っていうだけでオールドタイプ確定なのよ。でおい、市街地に向けて発砲を開始しているじゃないのよ。いやいや、僕を追いかけていたら僕が市街地に逃げ込んでしまったのじゃ。我々はアリススプリングスのジオン部隊増収を最優先としているからな。多少の犠牲は仕方ないのじゃ。いや、むしろ市民を盾にするような行為をするジオン兵がいけないのだ。とはいえ、こんな汚れ仕事を足だけでやるはわりが合わん。ファング3にも攻撃をさせて、マイクに責任を押し付けるのじゃ。ちょっとこのクソ上官をどうにかして。ファング2は相変わらず何をやっておるのじゃ。仕事しろ仕事。あの崖は市内にずんどこ放っていくな。なんとも卑劣で破裂なのだ。躊躇なく発砲しているわ。あーあああらあらあら、言われた通りするファング3まで出てきちゃったわね。責任を全て押し付けられるとも知らずに。よしファング3マイク崖を攻撃じゃ。指令が出たわね。何の疑いもなく攻撃を開始するわよ。おい、わしがミサイルで攻撃を受けている、だと。ファング3め、もっと前に押し出て壁を突きつけろ。わしの盾になるんじゃ。もう、グズすぎるわこの上司。しかし、マイクでは頼りにならんからな。盾をしっかり構えて前進するのじゃ。結構建物が破壊されているわね。まあ、倉庫っぽい一軍事施設ということでセーフ。何がどうセーフなのよ。あ、ビルが、これは言い逃れできない。あそこはジオンの事務所。事務所？なら仕方ないわね。まったく姑息な連中じゃ。あ、飛んだ。逃げたのじゃ、追いかけるのじゃ。市街地を、市民の生活をめちゃくちゃにしやがって。いや、それほとんどじいさんがやってるわよ。あほら今の建物の崩壊はわしじゃないぞ。僕じゃ僕がやったのじゃ。見ろあいつ走って逃げていったわい。建物を盾にしているわね。時折しゃがんで避けているな。僕にはあんなモーションがあるのか。あーあー、どんどん建造物が破壊されていくな。また建物が。仕方ないのぜ。しゃがんで避ける策が悪いのぜ。これダカールの日だったらじいさんはシャーニー用に糾弾されて利用されているわね。現にジジーンズは、このような時に戦闘を仕掛けてくる。見るがいい、この暴落な行為を。彼らはかつての地球連邦軍から膨れ上がり、逆らう者すべてを悪と称しているが、それこそ悪であり、人類を衰退させていると言い切れる。耳が痛い。ジェリド、私を導いてくれ。ジェリドに導かれるな。こいつらライフルで撃ち合っていてもガチがあかん。ゴリオス。出たじいさんの真骨頂。近づった崖の物合いが光っていてかっこいいな。なんか光の奇跡が出てかっこいいわね。接近点と言いながらもビームサーベルの使い方がいまいちわかったらいいのじゃ。え？
そうなの？でも、なんかこの時は体当たり時にダメージを与える金属の金属らしいので、大概ぶち当たっていくぜ。あ、でもビームサーベルぐんぐん振り回しているわよ。押し出しをぶっかけ。向こうにもモビルスーツがいるわね。なんか起きたな。わしの手にかかればどうということはないのけ。しかし、あれだけ市街地のダメージを最小限にとか言っていたのに、どんどん市街地に入っていくわね。しかも発砲しているし。悲しいけどこれ戦争なものね。スレッガーは免罪符にならないわよ。なんじゃこいつ、戦う気がないのか、わしを見てビビっているのか、まとまとまとに。なんか逃げ腰長くね、ヒートホークは構えているけど、こっち向いたわね。一方的に切りつけてやる。体当たりをしてくるけど武器を使ってこないわね。わしの相手ではないのけ、よしぶっかけ、金属攻撃しのいな。体当たりゴリ押し戦法がうまく機能しているわね。市街地めちゃくちゃだけど。今、線路が見えたのぜ。噂の列車はここを通過するということか。ほんとだ、線路があるわね。マップ上には列車らしきものは映っていないな。まあ、民間の列車の可能性もあるからな。ことなかれ的な行動をするのぜ。列車が接近しているらしいわよ。レーダーに反応があるのか。ここで待っていれば来るんじゃろうか。レーダーに反応はないな。線路の上を堂々と歩いているわね。通行の妨げになるんじゃないの。しかし列車が来ないからな。ただ抜けるのけ。お、一方ところを発見したと。レーダーにも列車らしきものの反応があるのけ。長細い物体がレーダーに映っていたわね。で、ファング3がやられているわよ。あら、あいつ何やってんだ。あ、列車だ。じいさん何やってんの。え、破壊したくなっちゃった。ちょっと民間物資運んでたらどう責任取るのよ。マイクが勝手にやったことにすればのるのけ。マイクはもうやられているでしょ。人間好きな事件。ひどすぎるわ。なんかジオンから無線が入っているみたいよ。なんで破壊を楽しんでいるときに。私はこの町の指揮を任されているジオン軍のビッシュとなる友情。ビッシュ親の信頼かを。連邦軍の指揮官に提案がある。我々は無益な戦いを望まない。よく言わい。キコーラも知っての通り、このアリススプリングスは民間人が多く住んでいる町。じいさんが破壊したけどな。ここでの戦いは悲劇を生むことはあっても、両軍にとって有益なものは何一つ生み出さない。我々はこの町を明け渡す用意がある。交換条件は我々の撤退の黙認である。以後、我々は撤退完了まで一切の戦闘行為を行わない。もちろん、そちらが仕掛けてきた場合には応戦させてもらうが。私はキコーラがこの平和的解決を承諾してくれるものと信じている。勝手なことを。奴ら初めから戦う気がなかったってのか。武士への被害を考えたら、条件は悪くないと思うけど、隊長。どうしますか。選択を迫られているわね。こちらもファング3が破壊されている手前、これ以上の被害拡大は避けたいということで見逃す。ところで君のモビルスーツかっこいいね。映っているの。ラッパは違うの。ラッパは行く見せてよ。あ、ちょっとじいさん何やってんのよ。違う違う、ぶっかぶっかっただけで。でも戦闘状態になってしまったわよ。やばいやばいやばい、陸地に逃げてるんけ。あのパイロットはビッシュドナヒュー。荒野の陣雷の二つ名を持つエースパイロットっぽいわよ。逃げるのけ。逃げ切れるわけないわよね。ですよね。ちょっと服にかかっただけなのに。撃破されたわね。今夜の陣雷は小さい男じゃ。ちょっとぶつかっただけなのに、ぶち切れられたのじゃ。ゲームオーバーになったわね。コンティニューじゃ。ビッシュドナヒューユーさん、何が今夜の陣雷じゃ。わしが今夜の飛来神になってやるわい。今夜の飛来神、ダサすぎる。先ほどと同様に北方と南方の統治下を破壊する。ファング2、今度は仕事をサボるなよ。仕事を依頼したらこまめな進捗管理は大事だわね。全く進捗していないなんてザラよザラ。
交通了解。こちらオアシス、司令部の作戦に従いこの場で索敵行動に移ります。都市部は温房索敵の難航が予想されるためしばらくこの場を動けなくなりますので支援をお願いします。また奥加減破壊完了ぜ。スムーズに倒したわね。さてさて、ファイブ2はどうなっているかな。全く期待はしてないが。こちらオアシス、ファンクスイン、レグレム民間施設への発砲は控えてください。アミタちゃんから言われているわね。民間の施設への発砲は控えるようにだって。ん？何のことじゃ。さてさて、現在の戦況を確認しておこう。北方の統治下は全て破壊、北側はジオンのモビルスーツが2体巡回中じゃな。ザク2体が巡回しておる。荒野の陣雷は離れた位置にいるわね。まずはザクから殲滅じゃな。とりあえずファング3を残壕を迂回させてこちら側に移動させよう。そしてザクにぶつける。ザクにキールから1対1の構図だわね。ただグフが気になる位置におるからな。荒野の陣雷に気がつかれる前にザクを倒したいな。そうね、荒野の陣雷が近づく前にザクを片付けておきたいところね。そろそろザクが見たいたエリアに入るわね。お、マイクのやつあんなところを元気に飛んでおる。積極的にザクに攻撃を仕掛けたわね。ちんたらしていられないからな。グフが近くまで来ているわね。2対1の状況をうまく使いつつ早々にザクを倒すのぜ。でファング2は何をやっているんだ。もうあいつには何も期待しない。あ、荒野の陣雷がおったな。いたわね。気がつかれてない。気がつかれているな。もしかして荒野の飛来神発動していない。な、飛来神に引き寄せられているわね。おめでとう荒野の飛来神。いや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 、逃げるのじゃ。逃げも言ってじゃ。なんとかファイブスリーに食べをなすりつけるのじゃ。本音がダダ漏れしているわよ。とりあえずしのげたか。より取れたし。あ、追いかけてきてるわね。ミオンを飛来神効果発動するなぁ。こうなったらやってやるのじゃ。やっぱり怖い。姿が見えたら確実に撃ってくるのだ。あの指のバルカンでチクチクされている。ちょっとさっきまでジオン側が市街地に逃げ込んでたけど、 G さんが積極的に市街地に入り込んでるじゃないの。我々エリートは助からなければならんのじゃ。自分を盾にするのじゃ。ダメだ、この人だけチターンズ化しているわ。南側の統治下に来てみた。チクやられているわね。マジでしつこいぞ。荒野の陣雷ね。荒野のストーカーの間違いゼロ。抜群の飛来進行か。もう逃げ回るぞ。でもこの状況で列車倒せるのかしら。あ、列車の存在を忘れていた。おい、走行を地味に削られているわね。うん、ファング2は本当に何をしているんじゃ。
とりあえずポスターを全部破壊したな。ついに列車登場みたいね。こちらの走行の危険が危ない。結果この時にやってやろうよ。そんな余裕あるの？ほらほら削られているわよ。ああ、走行が200になっちゃった。あ、親玉出てきた。うわーやばい。怪物を動かすのじゃ。列車が見えてるわね。さあ、ハングワンは危機的状況。そしてターゲットとなるべき列車も接近中。どうなるのか。ホワイトビンゴ隊、とにかく列車じゃ。荒野の陣内おるな。ファング3をぶつける。これは仕方ない判断だわね。忍ぶのぜ。緊迫の瞬間じゃ指示も細かく確認じゃ。よし行くぞい。ファング3が荒野の陣内と戦闘に入ったな。よし列車を捕捉、列車を破壊する。おお、なんとかしのいだわね。荒野の陣内から空中が入ったぞい。その前にしっかり列車を破壊する。よし破壊完了。荒野の陣内か、連邦軍の指揮官に提案がある。我々は無益な戦いを望まない。気候欄を知っての通り、このアリススプリングスは民間人が多く住んでいる町。ここでの戦いは悲劇を生むことはあっても、両軍にとって有益なものは何一つ生み出さない。我々はこの町を明け渡す用意がある。交換条件は我々の撤退の黙認である。以後、我々は撤退完了まで一切の戦闘行為を行わない。もちろん、そちらが仕掛けてきた場合には応戦させてもらうが。私は気候らがこの平和的解決を承諾してくれるものと信じている。勝手なことを。奴ら初めから戦う気がなかったってのか。武士への被害を考えたら、条件は悪くないと思うけど、隊長。どうしますか。ここは確実に逃がす。君のモビルスーツかっこいいけど見に行かない。あ、後ろに連続入力するとしゃがむのか。初めて知った。あまり余計なことしないようにね。早く逃げろ。撤退し始めたな。もう少しで撤退完了だな。わしが絶対扱いになっている。突然逃亡でゲームオーバーよ。危ない危ない。
隊長、敵残存兵力の戦闘エリア離脱を確認。戦闘終了です。なんか拍子抜けしたな。まだこの大陸だけで言ったらジオンの奴らの方が断然優勢だってのに、早々に拠点の一つを撤退か。嫌な感じだな。この拠点の放棄がこれからの戦いの中でどんな意味を持ってくるのか、それとも何の意味もないのか。それより列車よ。あれ、ただの兵員輸送用だったと思う？それに関しては本隊の調査班からの報告が来るのを待とうじゃないか。とにかく任務終了だ。そうね、難しいことは上が考えてくれるでしょ。それにしてもビッシュの愚夫、恐ろしい強さだった。荒野の陣雷の名は伊達じゃないっていうわけね。まあいいじゃないか、どっちにしろ勝ったのは俺たちなんだから。ビッシュ注意、列車は残念なことになりました。そうだな。それにしてもさっきの連邦のモビルスーツだ。あの場であの判断ができるとは。正体ながらなかなか判断力のある指揮官がいるようだ。手ごわいな。いや、なんとかクリアじゃ。荒野の飛来神の名を轟かせたわね。そんなの轟かせたくないわい。アリス・スプリングスの偵察聴取任務を無事終えたホワイト・ビンゴ隊。無事って言っても鉄さんから逃げてくれたんだけど、なんで撤退したのか意味がわからないって考える間もなく、ホワイト・ビンゴ隊に次の指令は、今度の任務はガンを撃ち落とせ。あんなでかいのどうやって撃ち落とすのよ。ビームライフルの使用許可が出たって。ついにビーム兵器を使えるってか、楽しくなってきたぜ。機動戦士ガンダム外伝コロニーの牛たちで、第3話、破壊目標ガン、お楽しみに。こんなでかいの撃ち落とせるの？ブライトさん。はいはい、第2話終わりました。しかしちょっとぶつかっただけで激おこ人雷丸だもんな。まあ、強めに当たってたからね。アニタが過剰反応しちゃったから仕方ないわね。それにしても次回はいよいよレーザー兵器解放。腕が鳴るわい。戦艦並みの威力を見せつけちゃいましょう。